アイテム番号 SCP-355JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-355JP はサイト8181内の標準ロッカーに収容されています。実験のために SCP-355JP を使用する際はレベル3以上の職員の許可を得てください。説明。 SCP-355JP は異常な特性を持った USB メモリーです。外観形状は通常の USB と変わりなく、同一規格のものが一般に市販されています。 SCP-355JP の異常性は USB 挿入口を持つ機械以下オリジナル A と呼称に対象を接続すると発現します。 SCP-355JP がその状態で固定されます。この状態の SCP-355JP はトンの力を加えても引き抜くことができません。一定時間経過後、その固定が解かれ、対象を引き抜くと、周囲に、車輪を持った構成物、以下、SCP-355JP-A が一体から、体現れます。現在確認されている SCP-355JP-A は、おもちゃの車、自転車、自動車、編集済み、などです。生産されるものは、オリジナル A の種類によって変化します。SCP-355JP-A は、全体のいずれかの位置に巻き取り可能なコードが取り付けられ、その先端には USB コネクタが付属しています。コネクタ部は、SCP-355JP のそれとほぼ同じ性質を持っています。SCP-355JP-A は、自立で稼働し、移動を行います。この時、運動エネルギーをどこから得ているのかは不明です。SCP-355JP-A は、USB 挿入口を持つ他の機械、オリジナル B を発見すると、USB コネクタ部をそれに挿入しようと試みます。その場合、また異なるものが、生産、され、SCP-355JP-B が一体から、再出現します。また、オリジナル A とオリジナル B が似ているものであれば、JP-B も JP-A と似たものとなります。これらのサイクルは永続的に繰り返され、SCP-355JP-C-D-E と、生産品、は増加していきます。SCP-355JP-A は、時たま、USB 挿入口のないものにコネクタの挿入を試みる場合もあります。これはバグのようなものではないかと考えられています。オリジナル A、SCP-355JP が挿入されたものが破壊されると、SCP-355JP-A、B、それらすべてが異常性を失います。実験記録355、日付1900年8月日。目的、SCP-355JP が市街地で使用された場合の想定。実施方法、財団私有地にて実地。市販されているノートパソコンに SCP-355JP を使用する。私有地には同じパソコンが、第、B クラス職員の運転する車、USB 挿入口があるもの、が、大配置されている。B クラス職員たちには、追いかけてくるものがあれば捕まらぬように逃げること。生産品に群がられた場合、すぐに脱出することを指示している。時間0秒。状況 SCP-355JP をノートパソコンに使用。パソコンはオリジナル A となる。オリジナル A はいつでも破壊できるように配置。時間54秒。状況 SCP-355JP の固定が解かれる。対象を引き抜くと、4台の自転車型 SCP-355JP-A が出現。JP-A たちはすぐさま自立で動き、
移動を始めた。時間、1分11秒。状況、JP-A のうち、1台がドアを突進で破り、設置された仮住宅に侵入。住宅内に設置されたパソコンに USB コネクタを挿入し、パソコンはオリジナル B となる。この時点から数十秒の間に他の JP-A も同じ行動をとる。時間、2分3秒。状況、清算が完了し、自転車型 JP-B 複数が出現。JP-A-B は合計で18台となる。再び JP-A-B たちはそれぞれに移動を始める。時間、2分9秒。状況、JP-A のうち、3台が D-1101 の乗る自動車、2号車、に向けて移動を開始。乗車している D クラス職員もそれを確認し、逃走を開始。他 JP-A-B も次々にパソコンを発見し、USB を挿入している。時間、2分57秒。状況、この時点で JP-A-B は合計で50台以上となる。時間、3分11秒。状況、JP-A の3台に追いつかれ、D-1101は2号車を破棄して脱出。JP-A の3台は、追跡時、チームワークを駆使しているような行動が確認された。JP-A のうち1台が、2号車内の USB 挿入口にコネクタを挿入。2号車はオリジナル C となる。JP-A の他2台は、周囲を警戒するように動き回る。時間、3分13秒。状況、JP-A-B の15台が、それぞれに1号車、4号車、7号車、8号車、15号車へ追跡を開始。この時点で、23台の JP-A-B が奇妙なもの、壁、ゴミ箱、中和用の固定具、などにも挿入を試みていることが確認されている。時間、4分1秒。時間、オリジナル C の生産が完了し、6台の自動車型 JP-C が出現。JP-C は移動を開始。ほぼ同時に3号車、6号車、22号車を発見し、追跡を始める。数秒で追いつかれた車もあり、乗車員は脱出。JP-C は同号車に USB コネクタを挿入。時間、4分54秒。状況、衝突事故が発生したため、オリジナル A を破壊し、実験を停止。結果、衝突事故を起こした D クラス2名が打撲を負う。他に怪我人はなし。分析。生産は非常に素早く行われる。市外で SCP-355JP が使用された場合、甚大な被害が出ることが予想される。SCP-355JP は、長野県の村落で、車が勝手に動いた、という警察への通報が財団の目に留まり、発見されました。事件には財団の機動部隊が出動し、自動車型の JP-A をすべて破壊することで対処しました。この事件で1名の市民が死亡しています。車のナンバープレートから元々の所在地、同県の自動車生産工場を特定し、多機動部隊がそこを急襲したものの、内部はすでに無人でした。前日の夜まで稼働していた形跡があり、ほとんどの機材やパソコンは破壊されていました。捜査を行ったところ、JP-A と同型の自動車、オリジナル A が残されており、車内に SCP-355JP があったことから、対象が発見されました。オリジナル A が破壊されたことで、同事件は完全に停止しました。
工場内には東平重工社のロゴマークが確認されており、関連性については依然調査中です。ポイ1、死亡した1名は10歳の少女です。死体には、合計で2以上の USB コネクタが挿入された形跡があり、主に頬、耳、口、削除済みに多くの形跡が残されていました。解剖を行った結果、編集済み、内からおもちゃの車型 JP-A が1、個発見されました。体内で JP-A が動き回ったことによる内臓損傷が死亡要因と結論付けられています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。